ハロープロジェクトのアイドルグループ、お茶ノルマの岡山公演がファンの間で物議を醸しています。ふるさと納税でのチケット入手システムと同時開催されるバスツアー参加要項が噛み合わないとファンが SNS で不満を訴え、バスツアーふるさと納税が X、Twitter でトレンド入りしています。当該のコンサートは 地域活性化コンサートと題し、岡山県備前市とコラボしたもので、ふるさと納税の返礼品として11月19日に備前市内で開催されるコンサートのチケットやオリジナルグッズが用意されていました。価格はファンクラブ、イカ FC、会員と一般向けで異なり、前者は3万3000円で後者は3万6000円。また、 グループメンバーの西崎、先は達崎、三空さんは岡山県出身という縁があります。さらに上記コンサートに伴い、18日から19日に岡山県への FC 限定バスツアー開催が決定。2022年7月にメジャーデビューしたお茶ノルマにとっては初のバスツアーです。7月の情報解禁時点では、 ふるさと納税が唯一チケットを手に入れる手段で一般販売予定の告知はない中、バスツアーの参加条件として会員向け告知ページには、岡山県備前市けるお茶ノルマ地域活性化コンサートのチケットをお持ちの方が対象と明記。その後バスツアーの詳細が解禁される中で、チケット販売予定が発表。 後に1枚8300円の価格で FC 向け、また一般販売開始となりました。これを後出しと受け取り、9月20日にバスツアーの当落が発表されると、主にふるさと納税者からの不満が SNS へ投稿されるようになりました。いち早くふるさと納税を介してチケットを入手しながらも、バスツアーに落選したファンも多く、 バスツアー参加の条件として備前市にふるさと納税させたのに、6万円納税だけさせてバスツアーは参加させませんってさすがに詐欺すぎない最初はふるさと納税しないとバスツアー申し込めないはずだったのに、未納の人が行けて3万の納税したオタクが行けないバスツアー、申し訳ないけどライブすら行きたくなくなったよ、と不満が噴出 後日の一般販売もありますと書いてないためバスツアーは納税する必要があると消費者に誤解を与えてしまってる。よく読むとチケットを持っていればいいってことで入手手段の指定はないんだけどチケットの入手手段としてふるさと納税だけしか案内していないから他の方法がないと解釈されても仕方がない。 と情報解禁の記載に様々な意見が投稿されています。<music>